熊野灘は、フィリピン海のうち、日本の紀伊半島南端の和歌山県の潮の岬から、三重県大大崎にかけての海域の名称。沿岸は、リアス式海岸が目立ちが暗礁。暗礁が多い一方で天然の良好も多く、小舟の時代には、風間地溝がない演習灘と比べれば、後悔は楽であったという。演習灘、相模灘と合わせて、江戸と上方を結ぶ。 海の東海道となり、河村瑞賢による西巡る海運の刷新によってさらに多くの海鮮で賑わった。沿岸の郷土料理には、メはりリ寿司、さんま寿司、なれ寿司などがあり、熊野市、島市などに複数の大だらぼっち伝承が伝わる。古式捕鯨の行われていた地域の一つで、大治町には捕鯨基地がある。また、潮の岬伊藤の熊野灘沖ではたびたび黒潮、 河口が発生する。海上保安庁が発行する日本の水路寿司にも掲載されている。なお、海岸線が内側に湾曲している、島半島の大王崎と大地長火じ取り先の間に、帰線が設定されており、これより、北西側は海洋法上日本の内水とみなされるため、日本の領海の範囲が通常より広く取られている。大和西北は、リアス式海岸。 熊野市から新宮までは、歴からなる直線的な海岸を持つ。さらに、那智勝浦井南には、祈岩が見られる。串本の橋杭岩や、那智勝浦の木の松島などがそれにあたる。熊野市にも一部祈岩が見られる。沖合は、水深2000メートル程度で、平坦になっている。熊野灘は、黒潮が流れ、魚場の一つとなっている。 明治時代までは黒潮を回遊するカツオの大群が沿岸近くまでやってきており、八丁やぐら船などの手漕ぎ船でのカツオ漁が盛んであったが、沿岸近くのカツオの減少、漁船の動力化などにより沿用化が進んだ。大治町は捕鯨の町として知られる。捕鯨問題によって大規模な捕鯨が禁じられている現在も、調査捕鯨の船舶が寄港する。また町内には、 クジラの博物館があるほか、クジラ料理を出す飲食店が多い。ナチカツーラは、西日本を代表するマグロ水揚げ基地であり、本マグロを、はじめ様々なマグロが水揚げ、取引され、マグロ祭りも開催されている。南伊勢町では、マグロ養殖が行われ、ブルーフィン・ミエの伊勢マグロ、新洋水産の、野田マグロ、丸久ヒ水産の、三重マグロと3つの養殖マグロブランドがある。 サンマ漁も行われている。しかし三陸沖から泳いできたサンマは、油がほとんど乗っていないため、主に寿司や刺身用となる。灘という名が示す通り、船舶の航行の難所であり、しばしば海難事故が発生する。熊野灘は1944年の昭和東南海地震など、約150年の周期で繰り返し発生している、プレート境界地震の震源域にあたる。 過去の災害では特に津波の被害が甚大である。また、台風銀座でもあり、伊勢湾台風をはじめとして何度も台風の被害に見舞われている。紀北町など多くの自治体で津波から避難するためのタワーなどを建設している。また、電柱などに過去の津波高を示し注意を喚起している。津波からの避難訓練も頻繁に行われている。熊野灘では地震や 地殻変動の監視も盛んである。海上保安庁、名古屋大学、東北大学が、同海域で定期的に地殻変動の観測を行っている。また、文部科学省が海底地震系ケーブルの設置を決定したほか、海洋研究開発機構も地震系ネットワークを付設する計画がある。さらに屈作船地球も2007年から、同海域で 屈作調査を行っている。ありがとうございます。